ベスト8の目標を達成することができなかったので、今回の県大会では、目標のベスト8を達成できるように頑張りたいです。指導してくれる先生や、いつも応援してくれる保護者の、感謝の気持ちに応えられるように増えていくようにしたいです。新入生が加入し、人数も増えたので、活気があって、状態としてはすごく盛り上がっている状態です。冬から春にかけて、遠征や体作りをしてきたわけなので、自信を持って、3年生は本当にもう悔いが残らないようにやってもらえたらと思います。絶対勝つぞ。